大谷翔平、止まらぬ CM ラッシュ。副収入は74億円予想、企業に絶大な人気。ドジャースへ入団した大谷翔平投手の話題は、オフでも尽きない。16日に株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、コナミ野球ゲームアンバサダーに就任したと発表。今オフは CM ラッシュとなっている。大谷はこれまでにも、ドイツの高級車ポルシェや、高級ブランドボスなどで、ブランドアンバサダーを務めている。コンオフには、人材サービス事業などを展開する、ディップ株式会社のアンバサダーにも就任した。グラウンドでの成績はもちろんのこと、ルックス、人間性も抜群。エンゼルス時代には、本拠地エンゼルスタジアムに日本企業の広告が殺到していた。ドジャース移籍後も、USA トゥデイのボブ・ナイチンゲール記者は、エンドースメントの収入で5000万ドル、約74億円稼ぐと予想している。すごいな。一人で中堅企業並みの売り上げ。まあなあ、実力は野球界のゴートルックスもすごくいい。性格もストイックで寄付したりゴミ拾いする。そりゃ人気出て当たり前だ。新しい CM2 本見た。ビッグインジャパン。どんだけ稼ぐんだよ。老若男女問わず野球知らない人も知ってる。クリーンで好青年。昨日だけでインスタ5万人増えてて草。怪我はするかもしれないけど絶対不祥事は起こさないもんな。一平がいるから車の事故すらない。半分くらい寄付しそう。波数くれ。一部上場企業やん。それよりすごいわ。大谷は白人受けする見た目してる。マグワイアは対面した時ハリウッド俳優かと思ったと言ってる。子子孫孫働かないで食っていけるな。日本一モテモテ。イメージ良すぎだからな。大谷さんを使えるのならどの企業も使いたいよね。大谷最強。このチャンネルでは南 J でのプロ野球やメジャーリーグなど、最新ニュース、注目を集めている話題をまとめています。頑張って更新しますのでお見逃しのないよう、よかったらチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。高評価もいただけましたらとても励みになります。最後までご視聴いただきありがとうございました。